こんにちは、大塚です。今回、もう間もなくですね、新入学であったりとか、あと新社会人に、なられる方向けの動画になります。まあ、新入学、新社会人、まあ学校によって校則であったりとか、あとはその会社によって、髪型の、まあ、長さ、まあ、規定までいかないとは思うんですけれども、どういう印象がいいのかっていうのが、あると思います。まあ、そういったところもですね、ぜひ僕らご相談いただければ、まあ、印象のいいスタイル提案できるかなと思いますんで、ぜひですね、僕ら美容師に相談してみてください。皆様のこう意見を汲み取りながら、新しい、生活に合うようなヘアスタイル提案させていただければなと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。あとインスタグラムもやってますので、そちらもご覧になってください。ありがとうございました。